はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。今回の動画は、僕が使っているキャンプギアを紹介していきたいと思います。何を紹介するかということなんですけども、スウェーデン軍の飯ごうです。スウェーデン軍飯ごう、今回はですね、このスウェーデン軍の飯ごうを紹介していきたいと思います。じゃあね、早速これバラしてみたいと思います。バラすとこんな感じですね。で、まあ、このように、まあ、吊り下げるような、まあ、針金とかもついていたりしますね。あと蓋もこのようにバラすことができますね。はい、中はね、結構ね、深くていろいろ入れることができます。で、このスウェーデン軍の基本的な飯ごうっていうのは、このアルコール入れの容器とこのアルコールストーブですね。まあ、大体この5つがセットになっている感じです。まあ、これに加えてプラスチックのカップとかですね、あとはこの、まあ、フォークとかナイフですね、いうのもついてます。で、これこのように開けることができるんですけど、この穴に装着するとこのようにまとまることができるんですね。なかなか便利です。しかもね、の肉厚で分厚くてかなり丈夫ですね。ステンレスでできてます。まあ、スウェーデン軍の飯ごうはこのような、まあ、セットがまあ主な基本ですね。これをどうやって使うのかというと、これがね、五徳代わりになっていて、まあ、このようにちょっとね、上げると置いたりできるんですよね。で、もちろん下の方にあの焚き火とかやってもいいんですけど、このアルコールストーブを置いて飯を炊くと、まあ、そういうことができます。まあ、これは蓋に使ってもいいし、まあ、このように取っ手がついているので、こうやって鍋代わりにもできます。で、取っ手の方にはですね、この D 缶っていうのがついていて、まあ、ここにあの木とかを刺して、まあ、こんな感じで延長して使うこともできます。先ほどね、これが基本だと言いましたけども、まあ、結構ね、この飯ごうの容器が大きいので、いろいろスタッキングできるんですね。ちょっとね、スタッキングやってみましょうね。まずはこのアルコールストーブ、次にアルコール容器で、カップですね。これのスノーピークのカップです。これをね、スタッキングして逆さに入れることができます。あとはですね、ターボライター、フォークとナイフで、ちょっとこれですね、ブラシ、まあ、これあの飯ごうを洗うときにすごく役に立ちますので、僕は入れてます。で、この状態で蓋をすると、こうするとコンパクトに収まります。なかなかいいでしょうね。見た目がね、すごくかっこいいんですよね。本当に見た目がかっこいいし、これでね、炊く飯はめちゃくちゃうまい。なんかね、3割増しうまい、まあ、そんな感じがします。まあ、そんな気がします。まあね、あのバイクに乗ってキャンプツーリングしたりとか、野営したりとか、まあブッシュクラフトしたりとか、まあ、そういう方はですね、ぜひこのスウェーデン飯ごうおすすめですので、やってみてください。ちなみにこのスウェーデン飯ごうはですね、日本でも手に入ります。まだね、あの手に入るようです。ただね、玉数は少なくなっているので、もし見つけたら
回だと思います。でもしもですね日本で手に入らなければ海外からも輸入することができます。まあ、ぜひ探してみてください。じゃあですねせっかくですからね米を炊いてみたいと思います。ちゃんとねアルコールストーブに火をかけてこの飯盒で米を炊いてみたいと思いますね。じゃあねアルコール注入していきます。はい、米持ってきました。1合入れてみたのでこれをね炊いてみたいと思います。まずはこのアルコールストーブに火をつけます。で今火がついていますので五徳を乗せて飯盒を乗せます。あとはですね蓋をして、まあ、15分から20分待つだけですね。はい、見えますかね。はい、これで15分から20分待ちましょう。おそらくねこういうのを部屋でやるとねちょっと危ないんじゃないかっていう話もあると思うんだけど、基本的にですねあれと一緒ですよ、固形燃料、固形燃料と一緒と思ってください。もちろんねこぼしたりしたら大変ですよ。結構ね燃えたりすると思うんですけども、固形燃料なんかも同じですよね。例えば温泉旅館とか行って料理が出てくるときに、まあ焼肉とか小さな鍋とかするときは必ず固形燃料がついてくると思うんですよね。でこの五徳と一緒についてくると思うんですけど、まあ、それと同じだと思ってくださいね。まあ 100% 安全ではないけど本当注意すれば本当に安全に使えるものです。で、まあ、僕の考えなんですけどこういうのはですねできれば1個、家に置いておくと便利ですよ。というのは何に使えるかというとキャンプだけじゃなくて防災にも使えるんですよ。そう、例えばIH コンロといってね、オール電化の家って今いっぱいありますよね。もうそれこそのマンションなんかにも、そのオール電化のシステムが導入されてるところもあったりするんですけども、もしね停電になった時コンロが使えないじゃないですか。火を起こすことができないっていうか、まあ、温かい食べ物を食べることができないですよね。まあ、そんな時にこういうものがあるとすごく代替品になって便利だと思います。まあ、結構ですねオール電化の家庭では停電した時のためにガスコンロみたいなねカセットコンロかああいうのをね用意してると思うんですけども、まあ正直ねあれを用意するぐらいだったらこういうねキャンプギアで用意しておいて、まあ、キャンプにも使えるし、まあ、いざという防災の時にも使えるというね一石二鳥というふうに、使えるじゃないですか。まあ、多様性があるわけですよね。なので、まあ、こういうのをね一個本当に防災のために一個ね持っておくとね、いいと思うんですよね。はい、まあ、一応これ僕の価値観なんで押し付けるつもりはないんですけども、まあ、一つのね案というか考え方として、まあ、捉えておいてください。どうすか、うまそうですよね。ご飯が炊けました。いやうまそう。やっぱね飯盒でねご飯を炊くとね3割増しうまく見える。多分3割増しうまいはい、いかがだったでしょうか。スウェーデン語飯盒の紹介でした。今日ねちょっと紹介しながら少し部屋の中だけどご飯炊いてみました。まあねうまく炊けたと思います。まあ飯盒に興味がある人、またね飯盒が好きな人はぜひこのスウェーデング飯盒試してみてはいかがでしょうか。というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、最後のおまけです。スウェーデング飯盒スタッキングしましたら、まあ、このようにね簡単に取れちゃうんですよね。できればですねこういうバンド
ベルトですね、があると結構ね収まりが良くなります。このようにですね、ベルト、ここのね、穴からですね、ベルトを通してぐるってすると、ここもね、結構がっしりとしてるんですよね。でもちろん落ちません。スウェーデングハンゴを持っていらっしゃる方はここベルトおすすめです。以上です。ありがとうございました。